違う、間違えた。はい、今日も最高の一日にします。夜21時です。はい、ありがとうございます。今日お越しいただいたのは、新見寛太くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと自己紹介いいですか？はい。新見寛太です。中澤慎太郎の、大学野球部の同期です。僕の会社、110人同期いるんですけど、はい、その中で、5人だけの大阪配属になって、はい、こんなやつとまた一緒になってしまいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。新見くんは、まあ、慶応大学の野球部の、まあ、同期でして、はい、で、まあ、彼との関係性を言うと、まあ、結構もう200人近い部員の中で、まあ、結構2軍3軍時代ともに一緒に過ごしてきて、で、最後4年生になって、1軍で一緒に共にプレイしたみたいな、関係性ですと。まあ、なんか今思うと結構、ね、エモかったなみたいな。まあ、ちょっと正直胸熱多かったですね。胸熱多かったですね。結構一緒に頑張ったなっていう。恥ずかしながら。はい。で、まあ、新卒で、配属も大阪で一緒になっているところで、今日久しぶりに2回目ぐらいかな、焼肉食べてきてっていう感じで今カメラ回してます。今日聞きたいのは、はい、皆さんにも聞いてるんですけど、新卒働いてどうかっていうところと、はい、今の現状人生もやもや何かありますかっていうところで聞いていきたいと思います、はい、今新卒で働いてみてどうですか？まあ、一番強く感じるのはその職業からなんですけど、うん、隙がない。社会人になってから、はい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 、学生時代これは良かったでしょう、妥協できたところが、うん、社会人になって全く妥協できなくなったっていうところが、はいはいはい、大きいかなと思います、うん、それはでも私生活もそうやねんけど、うん、まあ業務の中で仕事の中で本当に損を出さないってことをうちの方がすごくやってるんで、はいはいはい、稼ぐよりもまあ防ぐっていう、削る防ぐっていうところをやってるんで、うん、まあそこの、あのね、隙のなさというか、まあ、妥協できないところっていうのは入ってみて強く、なるほど、ところですね。ありがとうございます、はい、なんか学生時代妥協してたけど社会人では妥協できないみたいな点で言うと、うん、具体的にじゃあ私生活の面だと例えば何があるんですか？私生活やと、もう朝ほんまに仕事終わってなかったら、はい、家帰ってから仕事やるとかだけど、自分がじゃあもし妥協してなんかメールの一本返さないとかなると、まあ、物流というか通関業務をメインにやってるんで、うん、はいはいはい、船の一隻通関されないとか、はいはいはい、それで売り上げ何百万立たないとか、そういうのがあったりしますね。責任感重い。責任感です。なるほど。そういう意味ではなんか、はい、まあ、僕もそうなんですけど、野球部の時とはまたちょっと違った緊張感みたいなのが日々走ってるなっていう感じはするよね、うんうん、違いないですね。野球部の時はどうだった？寮とかで。野球部の時はもうマジ最高だったね。今はもうただの天国。まあまあまあ、そうだね。先輩らも普通にボケててもまあ問題なかったし、確かに確かに、お風呂入ってもね、裸で風呂場にダイビングしても別に怒られないし、うん、全然違うかなと。そうだね。なんかまあ俺自身もそう、多分みんなもそうだけど、野球部野球部の時で自分の、まあ、コンディションとかね、うん、やっぱメンバーだったからそういうとこも気にしなきゃいけないけど、社会人だと社会人になったでまた別の緊張感責任感もあるなっていうので、うんうん、学生時代とは全然違った軸であるのかなと思いますね、はいはい、学生時代自分が緊張感っていうのは自分のやっぱ結果が出なかったら自分が出れないっていう時だったけど、うんうん、会社入ったらやっぱり自分がミスったら、いやそうだよ、先輩の本当に数字売り上げに影響が出るっていうのは、うんうん、まあ本当に学生時代と全然違う、はいはい、ところかなと思います。なるほど、ありがとうございます。うい、2つ目の、まあ、今のモヤモヤですね、はいはい、まあ、学生時代すごい最高だったと、うん、もう天国だったと、今社会人になってて月金働いて土日休みみたいな流れの中で、うん、今の人生、自分の人生に対するモヤモヤみたいなところってありますか？めちゃくちゃあります。ありますか？はい、それで言うと、まあもうほんとここ2ヶ月ぐらい、うん、毎日仕事辞めてやろうと思ってましたね。それはまあぶっちゃけなところではあるんですけど、あ、まあなんで辞めたいかってなった時に、うん、うん、まあさっき言ってたところで、はい、今自分はその営業家だけど営業はしてないから、はいはいはい、自分がなんか自分が成功したら、うん、家にとってプラスの利益が出るんじゃなくて、うんうん、自分がミスをしたらマイナスが出る、自分が成功してもプラマイゼロっていうところでずっと生きてるから、だからもうその先輩の売り上げを削ってしまうんじゃないかっていう恐怖っていうか、その緊張感からもう毎日やめたいな、はいはいはい、こんな方が何してんのやろうなとは、うん、正直思ってましたね。なるほどなるほど、うん、今もそれはまだあるっていう。それがあんまりない。あんまりない。その人乗り越えたってのがあるのかなと。なんかきっかけとか。きっかけはもう本当に何やろな、逃げないこと。まあ普通にもう毎日クソやめてやるって思いながら寝て起きてもうやるしかねえなっていうふうに
思うっていうのは、うん、まあそれは学生時代ずっとやってきたことだし、そうだね、まあ、お互いそうやけど、あの学生時代のなんか練習試合とかで、まあ、しょうもない三振とかしょうもないバッティングした次の日とかってもうマジでそうだね、なんかグラウンド行きたくない、行きたくなるやんか、うんうん、でもそれでも行ってたっていうのと全く一緒で、確かに、まあもうやるしかないっていう、うん、そのど根性ってとこかなと思います、うん、なんかやっぱ体育会、我々やっぱ体育会だったなって思うよね、やっぱこう向き合うじゃないけど、うん、やり抜く力じゃないけど、うん、そこはなんかすごい鍛えられたなって思うし、うん、今でもすごい生きてるなとは確かに思うね。それで言うとなんか会社の同期とかでもさ、うん、仲良くなるのってそういうやつらじゃない、うん、そうだね、体育会じゃなかったとしても逃げないやつらというか、そうだ、なんかバイブスが合わないとか、あ、そう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 、そ確かに筋が通ってるやつとかとはなんか一緒にいるなとは強く感じます。なるほど、ありがとうございます。まあそっか、今のもやも周りと解消されてて感じね、うん、逆に解消されてないんですか。いや僕はまあもやもやはたくさんありますよ、はい、それはただ結構そのなんだろう、別に仕事に対してとかじゃなくて、こう業務が多くて暴殺されてて、それを全然こなせてないというか、はいはいはい、主体的に全然自分がどんどん 前取りで、うん、取り組めてない、うん、自分に対してすごい苛立ちがあるな、うん、なるほど、俺ってなんでできねえんだろうみたいな、うんうん、なんか早くもっといろんなこともできるようになりたいし、うん、そのスピードも一個ずつの作業のスピードも早く上げたいしみたいなところで今モヤモヤがあるかな、うん、自分の理想の自分と自分の現状を比較してってこと、で言うとなんか全然今いけてないから、うん、なんかすごい暴殺されてる自分ってすごい嫌だから、うんうん、じゃあやっぱ自分の理想の自分っていうのはいろんな業務をどんどんできて、まあ、いわゆる仕事ができる、うん、スピード感を持ってみたいなところなんで、うん、そこありますね、うん、はい、お前はどうしたい、はい、やめろあれやめろって今日コーチング僕受けてるんですけど、うん、まあ、コーチング受けてコーチといろいろ話しながら解決策を見つかって、また明日月曜日なんですけど、うん、まあぶち上げていこうかなと思うんで、はい、今日も最高の一日にします。せっかくなんで、まあ、将来の自分のゴールみたいなところも一緒に聞いていけたらなと思うんですけど、僕は5年後 LA に行くという、まあ、明確なゴールがあって、まあ、なかなか明確に決まってる人いないと思うんだけど、人の場合はどういう将来のゴール、ざっくりでもいいんだけど。そうですね、まあ2つあるのかなと。2つ選択肢としては、はい、1個はなんかもう自分がその田舎のところで、うん、まあ、ずっと野球一筋でやってたし、はいはいはい、親がそれをすごい、まあ、応援してくれたっていうのがあるから、うん、自分もなんか子供が熱中できるものをもうずっと陰でというか支えられるような環境を作るっていうのが、うん、まあ、1個の選択肢、はい、でもう1個の選択肢としては、うちの、まあ、俺がちっちゃい頃から父さんは中国で働いたりタイで単身赴任で働いたりとか、うん、あと兄ちゃんもアメリカに留学したり、今は香港で一人暮らしして永住権取るみたいなこと言ってるし、はいはいはい、なんか意外と、で母さんは母さんでなんかもう日本一周キャンピングカーでしたいんだよねみたいなことを言い出す、ちょっとめっちゃいいじゃん、そうそうそう、めっちゃいい家族じゃん、なんかもう暮らしにとらわれないことをしてるから、はい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 、なんかそういうのも世界回りながら仕事してるからってのは、まあ考えれるよなってのは思います。それでもいいかなっていうのは。なるほどなるほど、うん、で世界を旅しながら仕事をする、なるほど、っていう、別に両方やっちゃえばいいんじゃない、まあ、確かに両方回りながら家族も大切しながらみたいな、うん、いいと思うし、まあ俺も昔アメリカいたからそういう環境で育ったし、うん、すごいプラスになると思う、子供にもいろんな海外経験持たすのと思いますね、うん、なるほどっていうところですかね。ありがとうございます。今就活しているそこのあなたに対してのメッセージをいただきたいなと思います、うん、はい、なるほど、まあ、我々も働いて、まあ、半年ぐらいでこれ生の声聞けるのなかなかないかなっていうふうに思うので、うん、今就活しているそこのあなたへメッセージを、うん、今就活しているそこのあなた、はい、はい、ありがとうございます今多分一番しんどいと思うんですけど、はい、今を一番頑張った方がいい、はい、で今を一番頑張ってるやつが2年後、まあ1年後、分からんけど、うん、まあこうなってると、うん、で、今こうなってる奴らが5年後、うん、はい、今日もってなってるっていうところだとあると思うんで、うんうん、まあもうずっと人生変わんないと思うんで、はい、今を一生懸命生きる、そうだね、あの自己分析って本当何してるか分からんと思うけど、まあそれでも逃げないっていうところは大事なのかなと僕は思います、うん、ありがとうございます。本当にあの後悔のない選び方をした方が良くて、そのくだらんネームバリューとかなんかこう
大企業だとかではなくて、自分がどういう人間で、どういう会社に入ったら一番楽しくモチベーションが取り込めて仕事ができて、うん、どういう会社に入ってどういう人生にしたいのかみたいなところをちゃんと自分と向き合ういい機会だと思うんで、今までみんな多分レール乗ってきて学校とかずっと行ってきた中で初めて自分の人生に向き合って自分で決断するという素晴らしい機会なので、まあ、自己分析でなかなか終わりないと思うんだけど、ちゃんと自分の人生に向き合って自分がどうしていきたいかっていうところを向き合う最初の一歩目だと思うんで、就活っていうのは、うん、まあ、自己分析がずっと続いていくんですけど、そこをしっかりやるかやらないかで結構運命の差が出るというか、会社入って思ってたのと違うわみたいなパターンになるのか、やっぱこの会社でよかったなって思えるのかは、うん、今のあなたの自己分析次第という確かにところなので、まあ、そこは結構僕らも詰めてたくさんやってきたからこそよかったなって思う部分もあるんで、確かにやってたね、はい、うん、なんで自己分析頑張ってくださいっていう、うん、感じですかね。確かにもう全て自己分析だと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。という感じで、ここ4人目ですね。あのついにうちの大学野球部の、まあ、同期に出演してもらうという形で本日はありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。では。